もう今日でアメリカに帰っちゃうんだテレフォンイングリッシュではネイティブの先生と歌を歌ったりお話をしたりして英語でのコミュニケーションを楽しむことができます。とうとう30回目になりました。どうですか？30回もやったんだよ。ほとんど覚えてない。初めてテレフォンイングリッシュをした時の動画は右上からご確認ください。30回やるとどのぐらい上達するのでしょうか。今回の担当はメアリー・ベス先生。ちょうど伝えたいことがありました。I went to the English Carnival last Sunday. Oh, very good. Yeah. I'm so glad to talk to you. It was so much fun and I was moved, so moved. Oh, thank you. We had such a great time. 参加したイングリッシュカーニバルが楽しかったと伝えると、この後、思いがけない返事がありました。I go home tomorrow. Go home tomorrow? I go home tomorrow. I go back to America tomorrow. So today's my last day. Actually, you're my last phone call. なんと、この日、メアリー・ベス先生はアメリカに帰る前日だったのです。Really? Yes, yes, yes. Oh, you... It's the last...Travel in English? Yes. Oh, forever? Well, I don't know. I'm going back. Oh, really? I miss you. 本当にびっくりしてパニックになってしまいましたが、最後に話せたのはとてもラッキーでした。Have a good cry. Yeah, okay. なんとメアリーベス先生もう帰っちゃうらしい、アメリカに。わかった？メアリーベスだって。どうしてわかった？だってメアリーベスって実は帰っちゃうの？そう、この間イングリッシュカーニバルに行ったメアリーベス先生がまさかのテレフォンイングリッシュ担当で、しかも明日アメリカに帰るっていうことで、すごいびっくりしました。さて、初めて挑戦した時から
大きな成長が見られています。まず、終始座って先生とお話をすることができます。そして、リスニング力がつき、先生の言葉に OK など相槌を打つことができます。それから、数を数える、名前やレッスン名を言うなど、簡単な会話をすることができます。だいぶ、この電話でのやり取りには慣れてきたかなと思います。もうアメリカに帰っちゃうの？そうそうそう。楽しい。じゃあもうテーブルイングリッシュとかさ、イングリッシュカーニバルもできないの？かもしれないな。今度またメアリーベースに会った時に話せるようにさ、それまで頑張って。Thank you for watching. Bye 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 bye. Bye bye.